お疲れ様でした。美味しくございました。美味しかった。バンジャーンね。ねえ。ですね。お店本当にお店おしゃれですよ。バス飯で行った。本当にバリって感じ。うん。バリバリ。バリバリバリですよ。ね、春巻生春巻き美味しい。あれでも一口で行った方がいいわ。そうなんですよ。結構あのせっかく一挙ってなってるから、あれ一口で行った方がいい。中の春雨が出ちゃうからね。あったく。シソも入ってましたよ。すごい爽やかな風味もするし。結構あれだよね。あのバリ風だけど、うん、和のテイストが味噌とか。ですね。あのソースもそうでしたよね。うんうんうん、そうあれ美味しかったんだよ。ね、先輩大したです、ね、すごいベジさんなんか緊張感がありましたよね。いやそうですね。やっぱりね高校の時の二つ目の先輩っていうのはやっぱね絶対的に。いやもうもちろんもちろん会話なんかできないって感じですもん。高校の時にはそう、ね、もう無理ですよ。そんなに、うん、すごい。もうだって入ってくる前からもう3分前ぐらいからずっと立ってこうやって待ってるベルさん立って待ってるで、あのゲストさん入ってこられた時は2人とも立ってからお願いしますっていつもするんですけど、うん、もうそんな感じじゃなくてずっと立って待ってると思ってだって、ね、でもあのそんな怖い先輩ではなかったですよ。でも基本的に2つ目の先輩なんかもう喋るような関係はない。そういうことではない、はい、しかも違う部だしね。同じ部だったらまだね先輩とかっていけるんだろうけど、しかもね人気者だし。ああそうそう、いや、ぜひバロンジャー行ってください。本当うまい。美味しい。みんなうまい。まで、あの10秒パンケーキ。10秒、賞味期限10秒のパンケーキ。うん、これもぜひ。もうシュワシュワの食感です。店じゃないと味わえませんか。ですよ。はい。岡本先輩にも会いに来てください。いい人です。いい人です。